どうもこんにちは、ナッチでございます。10月の26日金曜日です。昨日木曜日にパズラン生放送がありまして、そこでたくさん情報が出たんで、今回それをねまとめていきたいと思います。どれからいこうかな。めちゃくちゃ情報多くて、しかもすごいでかいんで、ボリュームがね。まずアップデートからいきたいと思います。バージョン 16.0 ですね。アプリのアイコンのデザインが変わりますということで、今までは金の枠があったんですけど、これがなくなると。ただ相変わらずボルケーノドラゴンっていうね。なんでティラノスじゃないんですかね、これね。だポケモンで言うと、あれだよね。なんか二度クイーンあたりを指してるぐらいだよね。ボルケーノドラゴンがなんかこのゲームのキーになってるわけでもないし、なぜかボルケーノドラゴンなんですかね。金枠が消えますと。はい。続いてダンジョン画面のデザインをリニューアルしますということで、このリニューアルに伴いコインダンジョンが消えましたと。まあ確かに1画面に収まりませんからね。それで消えたのかなって思います。さらにノーマルダンジョンとかを押すとこんな感じになってますね。なんかマリオっぽくなりましたね、1の1とかね。で、さらにダンジョンで落ちるモンスターが確認できますよということで、これプラスハテナは何なんだ？多すぎて表示できてないって感じですかね。オーガが多分表示できてないですよね、これね。ハテナがレア枠ってことではなさそうです。ドロップ率の低いモンスターは、アイコンの上にレアって表示されますので、まあそれでね、判断すればいいのかなと思います。なんで、スペダンとかで言うとアナザーとかで、ノーマルダンジョンで言うとカラトラとか、その辺かなと思います。はい、チームデザインの画面をリニューアルしますということで、これアシストが見えんのがいいですね。あとはレーダーにはあったんですけど、この覚醒スキルが何個あるかっていうのがわかります。一目で封印が足りないとかわかるようになります。続いてドロップのデザインが変更できるようになりますよと。着せ替えドロップを実装いたします。チーム編成画面のドロップ変更を押すと、ドロップのデザインを変更することができます。ファンシードロップってやつはタマドラ W のドロップですね。フォンシーじゃないよ。フォンシードロップじゃないよ。ファンシーね。で、他にもバルキリーとかゼウスとかアテナがあるんですが、これは後々紹介していきたいと思います。自分のモンスターを助っ人として選べるようになりますよと。これがでかい。これ待ってた。自分のボックスにいて、なおかつ自分のチームに入っていないキャラクターを助っ人に選択することができます。なんで、アヌビスアヌビスにしたい場合は、アヌビスを2体持っていないといけないっていうのが注意点です。なんで、ガチャゲンはちょっと難しいんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、レア度にもよりますけど。なんでまあ、これ動画撮る身としてもすごいありがたい機能ではありますよね。フレンドいないってことがよくあるんで、まあ、これから五輪キャラも2体ずつ作っていかないといけないなっていうのと、まあ、ベロアもね、実際フレンドいなくて困ったこともありましたから、まあそういう時にでもね、まあ、ベロは2体引くの大変ですけど、今後はそういう使い方もできますよということです。ただフレンドを使ってるわけではありませんので、友情ポイントは入りません。新たなダンジョン、マシンノアが登場しますということで、やっと来ましたね。カラクリゴエモンから何年だったかな。やっとマシンの水がついに登場しました。これでやっとマシンが全部揃いましたね。性能はこんな感じですね。今回長くなっちゃうんで深くは説明しませんが、まあ周回に使えそうなね、キャラクターとなっております。で、カラクリゴエモンと一緒で進化前はロック状態を解除の水花火。で、進化後は、自称スキルとブレスがつく水花火ですね。なんで進化前、進化後ね、両方持っておいたらいいのかなっていう。まあ、大変だとは思いますけど、どっちも作っといて損はないと思います。まさかのノーマルダンジョンに新しい闘技場が登場しますと。スタミナ99になっており、ダンジョン中には様々なモンスターが出現します。このダンジョンクリア時に600万モンスター経験値を得ることができます。レベルアップしたいモンスターをチームに編成してダンジョンをクリアしましょうと。落ちるモンスターはこれを見る感じ、パラメーター強化のタマドラですね。まあ、これはまあ、HP とか普通に使うんでいいと思います。で、宝玉が落ちる上にキングタマドラが落ちるらしいんですね。これ嬉しいよね。まあ、キングタマドラの横になんかいる可能性もありますけど、これはありがたいよね。だってキングタマドラ、タマドラね、9匹分みたいなもんですから、ここ周回美味しいんじゃないのかなって思うんですけど、まあなんか結構難しいよって言ってたんで、生放送ではね。ただバトルは15なんだね。意外と少ないですね。なんでレベル1のキャラクター持ってってもね、多分戦力にならずに普通に苦戦するってことがあると思いますので、スーパーノエル食わして限界突破したキャラクターを連れてって、レベル110にするっていうダンジョンなのかなって僕は思ってます。まあ、最後はおまけみたいなもんですね。コストの初期値が300になります。クエストのボタンの名称が達成報酬に変わります。一部テクニカルダンジョンの内容を調整しますと、コインダンジョンチャレンジモードが配布されますと。はい。アップデートの詳細だけでこのボリュームです。続いてこちら見ていきましょう。パズドラ大感謝祭ということで、なんか特別なイベントがね、実施されます。はい。第1弾、魔法石合計200個ゲット。はって思うよね、これね。何があったと。ゼロが1個多いんではないかと思いますが、200個です。
まあどうせね1日1個配って200日間やるんでしょうと思ったら、なんと来週早速100個もらえます。でさらに実質1ヶ月後ですね、もう10月も終わりかけなんで12月になったタイミングでまた100個もらえますよと。すごい短いスパンでね200個もらえますということで、まあ例えばね来週からマヘラが来たりとかそういう石も浮きますし、これは課金してない人も無課金の方も相当嬉しい配布量ですよね。マジでどうしたって感じだけど、すごいですこれは。いきなり来たって感じ。はい、先ほども触れましたが第2弾が魔法石10個スーパーアンケートゴッドフェス開催と。なんで10個なんだよって思うんですけど、レベル最大フル覚醒プラス297で排出、しかも新キャラクターが追加されますと。こちらですね、まあ、今回で言うと降臨キャラクターがフェス限になったって感じですかね、バルキリーとゼウス、さらにアテナが追加されました。最近コットンといいエドといいね、光属性の勢いがほんとすごいね。でこのフェス限を入手することによって奇世界ドロップがねゲットできますよと。バルキリーで言うとそれぞれのカラーのバルキリーの顔になりますね。でゼウスもゼウスになります。なんかバルカめっちゃ笑ってんな、そんな可愛いやつだったかなあいつ。はい、もちろんアテナもありますよと。ただこれ追加されるキャラクターは全属性がないとね今後はダメっぽいので、他で言うとカーリーとかその辺かな、まあ、カーリーも塗り絵とか含めてなんで何とも言えないんですけど、全属性がないとね追加されない予感がしますよね、まあ、もしかするとあのワッシンシリーズとかそういうドロップが来るかもしれませんね。そしてこれもやばいです。第3弾モンスター交換所で新たなフェス限が1体手に入る。フェス限が配布されます。10月31日から12月31日の2ヶ月間にログインすると感謝祭メダルがもらえますよと。でその感謝祭メダルを使ってあの先ほど紹介したバルキリー、ゼウス、アテナどれか交換できますよということですね。まあ、自分のボックスと相談するなり欲しいドロップのキャラクターにするなりね、まあそれは考えてもらえばいいと思うんですけど、まあ全部欲しい方はガチャ引いて、例えばゼウスだけ出なかった時はゼウスを交換するとかね。だからいろんな使い道もありますよね。普通に星ならっていうすごいレアなキャラクターですし、これもね大奮発ですね。第4弾がスペシャルダンジョン大感謝祭一度きりの超絶経験値配信、いつもの10倍の経験値を持ったザックザックタマーが来ますよと。しかも2回配信されますので400万経験値ゲットできますよというね。なんでまあランク1000とかの方はあんま上がんないんですけど、これからまたやってみようかなって方とか、まだランク低いよって方にはすごい美味しいイベントなんじゃないのかなって思います。第5弾が友情ガチャ特別ラインナップで開催ということで、超絶強化カーニバルにノエルドラゴンが追加されます。進化カーニバルに奇跡台が追加されます。タマドラカーニバルにキングタマドラが追加されます。でさらにプラスカーニバルが、ヒカリン21が確定ですね。でさらに毎回ね2万5000友情ポイントがもらえますよということで、まあこれも大奮発ですね。第6弾6大リセット実施、久々に来ました。プレゼントガチャがリセットされます。親友選択がリセットされます。メモリアルガチャがリセットされます。最後は一度きり超お得セットがリニューアルということで、これは多分新しい紙も追加されるんでしょうね。まああとは新モンスター登場とか進化したよっていう情報なんで、もうこの辺紹介しちゃうとキリがないんで今回はこの辺で終わりたいと思います。なんで目玉としてはアップデモもそうですけど、こっちですね、魔法石200個とフェス限配布がもう特に熱いと思いますのでね、最近パズドラやってなかったとかね、また始めてみようかなって方はぜひぜひこの機会に復帰とかしてみてはいかがでしょうかということで終わりたいと思います。以上ナッチでございました。バイバイ。